私の希望とユイとの生活のことを考えながらお家作りをしたので紹介したいと思います。リビングダイニングはどこからでもユイとが見えるような配置作りにしてあります。玄関はバギーが置ける広さというのが絶対条件でした。医療ケアをするたびに医療機器の周辺に戻るのではなく、ユイとのいるところでケアができるように家の至るところにコンセントをつけてもらいました。アンリーシュ、こんにちは、ユイと5歳です。ユイとは心疾患、血液疾患、気管軟化症、内分泌疾患があります。妊娠3ヶ月の時にエコーで首のむくみがあり、心疾患が分かりました。生後約1ヶ月の時に心臓のオペをし、3ヶ月の時に腸のオペをしました。1歳半で気管切開のオペをしました。退院後も続いていた原因不明の貧血も2歳4ヶ月で病名が分かり、毎月していた輸血も今は薬でコントロールできるようになりました。病気の合併症や手術の影響で運動、知的発達ともに遅れがありますが、ユイトのペースで日々成長しています。今日はユイトがまだ入院中でしたが、月1回もらえる物品や医療ケアの機器が多いため、アパートでは狭く、少し広いお家で子育てがしたいと考え、私の希望とユイトの生活のことを考えながらお家作りをしたので、こだわったところやコンセントの位置、ヘルパーさんなどが家に来ることも想定して考えたところを紹介したいと思います。それではどうぞ。ユイトの成長に合わせてレイアウトは常に変えています。リビングダイニングはどこからでもユイトが見えるような配置作りにしてあります。またリビングでは家族みんなが寝たり、リハビリがしやすいように少し広めに取っています。口探しの時には病院へ車で30分以内のところ、また消防署が近いところを選びました。ここが我が家の玄関です。玄関はバギーが置ける広さというのが絶対条件でした。また酸素ボンベを玄関に置きたかったため、ラックを設置して予備の酸素ボンベを数本置いています。こちらが小上がり収納です。小上がり収納をつけることで物が倒れる心配もなく、すっきり見えて大量の物品を床下に収納することができます。また訪問看護師さんがユイトの服を着替えさせてくれるなど、その際にも洋服入れとして使用できます。ユイトはこのように服を入れて洋服の交換をお願いすることがあります。小上がりの収納は畳を外すとこのような板になっていて、板を外すとこれぐらいの収納力があります。アルメンや吸引カテーテルを入れるのにちょうどいいです。小上がりのところに布団入れを作りました。2階に寝室を作りましたが、基本的にはリビングで寝ることが多いだろうと考えて作りました。おむつのストップ等もここに入れています。次に電球ですが、我が家はリビング、小上がり、キッチン、すべて埋め込み型の電球になっています。これで地震の時も落ちてくる心配はありません。次にテレビですが、倒れることがないように壁掛けテレビにしました。次にコンセントですが、ユイタが使う医療機器で電源が必要なものとして、人工呼吸器、加温加湿器、吸入器、
サチュレーションモニター、酸素濃縮器、吸引器があります。ユイトが退院した時は怖がりでの生活をイメージしていたので、ここに 3T コンセントをつけました。またユイトが動き回ったりするので、医療ケアをするたびに医療機器の周辺に戻るのではなく、ユイトのいるところでケアができるように家の至るところにコンセントをつけてもらいました。コンセントの位置としては、別、2つ、3つ、4つあります。懐中電灯もすぐ取れるように、ここにも電源をつけてもらいました。キッチンは前面に収納がついているタイプを選びました。毎日使うもので、気管切開のバンド交換セットをここに入れたり、人工鼻や生殖等をここに入れて物品管理をしています。サチュレーションモニターや吸入器など使わないときはこちらに収納しています。キッチンの幅は訪問看護師さんやヘルパーさんとすれ違っても大丈夫なように少し広めに取りました。なかなかユイトが外に出ることが大変な時期があったので、家の中からでも外の様子が分かるように大きめの窓を取り入れました。体調を崩して急に病院へ行くことも多かったため、2階に部屋干し部屋を作りました。洗濯物を干していてもアラームがすぐ聞こえるように少し吹き抜けになっていて、小上がりやリビングにいるユイトがすぐに見えるような形になっています。脱衣所ですが、訪問看護師さんやヘルパーさんがお風呂に入れてくれることもあると聞いたので、少し広めに取っています。ここを少し広めに取りたかったので、2階に洗濯機があります。ここにウォーターサーバーを設置するために水洗を後ろにつけてもらいました。ヒーター薬を飲むときに水を少し使用するのですが、水道水では少し私が嫌だったため、こちらで薬を入れて、皿に水を少し入れて薬を持っていくというスタイルにしています。